ポール・サイプル・ポール、オールマン・サイプルは、アメリカ合衆国の地理学者、である。1928年から1930年に、かけて、及び1933年から1935年に、かけての2回のバード遠征を含む6回の南極遠征に、ボーイスカウトアメリカ連盟を代表する、イーグルスカウトとして参加した。サイプルは、 イーグルスカウトであるとともにシースカウトでもあった。彼は南極遠征について2冊の本を書いている。また、チャールズ・カイ・パッセルとともに風霊指数を開発した。ウィンド・チルファクターという用語はサイプルが考案したものである。サイプルは1908年12月18日にオハイオ州モントピリアで生まれた。その後、彼の一家はペンシルベニア州エリーに移り、 1926年にセントラル高校を卒業した。彼は1923年に59個のメリットバッジを授与されたことでイーグルスカウトになった。1928年に全米を対象とした選抜により、彼は南極遠征隊にイーグルスカウトとして初めて選ばれ、リチャード・ワードと共に彼の船、シティ・オブ・ニューヨークで航海に出た。サイプルは 1930年のドキュメンタリー映画、バード少将南極探検に登場した。彼は、ペンシルベニア州、ミードビルにあるアレゲニー大学に入学した。1936年12月19日に、ルースアイダヨハネスマイヤーと結婚した。アレゲニー大学を卒業後、マサチューセッツ州ウースターのクラーク大学に通い、1939年に PhD を取得した。 博士論文は南極の気候への探検家の適用に関するものだった。その後、キャリアのほとんどを陸軍科学局で過ごした。サイプルは第3回バード遠征であった1939年から1941年にかけてのアメリカ合衆国南極局遠征に参加した。彼はハイジャンプ作戦にも参加し、朝鮮戦争のための関連装備を開発し、その後、 1955年から1956年にかけての南極遠征ディープフリーズ作戦に参加した。彼は国際地球観測年に合わせて1956年に建設されたアムンゼンスコット基地の科学部門の初代リーダーだった。この活動は彼の4冊目の本である南易90度で取り上げられている。彼は1963年に オーストラリアとニュージーランドの大使館への初代科学、駐在館に就任したが、1966年に脳卒中を起こして帰国した。彼は1968年11月25日にバージニア州アーリントンの陸軍研究センターで亡くなった。南極にあるサイプル海岸、サイプル島、サイプル山、サイプル山脈、サイプル研究基地は、サイプルにちなんで命名された。 サイプルはボーイスカウトアメリカ連盟から1947年にシルバーバッファロー賞1958年に矢野騎士団ナショナルディスティングイッシュとサービスアワードを受賞した1958年にナショナルジオグラフィック協会からハバードメダルを受賞した1960年には王立デンマーク地理学会からハンスエウェでメダルを受賞した彼はまた バード、南極遠征勲章、第二次バード、南極遠征勲章、米国南極遠征勲章、南極功労勲章も授与された。ありがとうございます。